ベストメイトはアイルランドで生産、イギリスで調教された競争馬である。2002年から2004年まで史上4頭目となるチェルトナムゴールドカップを3連覇を達成した影の戦馬である。1999、2000年シーズンでデビューしたベストメイトは4月に G2 にマージーノービスハードルで重賞初制覇。2000、2001年シーズンでは早々に チェイスに転向すると G1 シリーアイルズノービスチェイスに優勝するなどトップホースへの道を順調に進む。そして2002年にイギリスの障害競争の最高峰のレースの一つであるチェルトナムゴールドカップに優勝した。その後はチェルトナムゴールドカップに的を絞ったレース選択をするようになり2004年に3連覇を達成して アークルなどの伝説的な名馬と肩を並べることになったが4連覇を狙った2005年はレース8日前の調教中に疾病を発症して回避した。そして2005-2006年のシーズン初戦に選んだハルドンゴールドカップチェイスのレース中に心臓麻痺により死亡した。このニュースは一般紙を含めて大々的に報じられることになった。 競争成績は22戦14勝2着7回であり、生涯最後のレース以外は3着以下となることはなかった。ベストメイトは仮装され、現在チルトナム競馬場のウィニングポストの傍らに埋葬されている。ありがとうございます。